ユーベルってもしかしてフェルン以上に面倒くさいのでは。積極的な分マシじゃないかな。もっと口説いてよ。メガネ君に責められたい。カメドン、もういいでしょ。離れてよ。どうするのが正解なの。これ離れてよってのはもっと来てって意味なんだ。じゃあ素直にそう言えばいいだろう。弟子、予想してないところで攻められると弱いんじゃないかな。あとは一定レベルで攻められるのはいいけど、想定してる範囲を超えてこられたら引いちゃうのはありそう。うん、めんどくさいね。本気で嫌がらないメガネ君にも非はある。フェルンは少なくとも自分から誘惑して拒否することはないので、実際フェルン以上にめんどくさいぞこの彼女。ねえメガネ君、もっと近くに来てよ。とか言うから近づいたら、あんまり近づいたら殺すよとか言ってきそう。かなりストレートだと思うんだが、この子攻めるのは得意だけど迫られたら弱い女、攻められるのは平気だけど迫ったら強い男。こうして書くとイニシアチブの取り合いでユーベルの勝ち筋が全くないの面白いな。ところでユーベル様はメガネ君を好いておられるのですか。やっぱりうすうすそうじゃないかと思ってたけど、メガネで鉄着してラントの名前みんなから忘れられているのでは。多分原作勢はそこそこ覚えてる人多いと思う。アニメ勢は大体メガネ君で記憶してるだろうな。そろそろザイン来る。正直来る気配はあんまりない。ドン、もう付き合っちゃえよ。来てんじゃねえか。共感するとその魔法が使えるって能力のせいでややこしくなる。なのでメガネ君がクソボケかましてもしょうがないと思う。ユーベルが本当にラントを好いてるなら、まず共感目的じゃないことをしっかり伝えないと、多分一生この僕年人は気づかない。ラントは基本的に尻に敷かれる系男子なんだけど、いざとなればユーベルの迫られたい欲求も満たしてくれるので、まさに理想の彼氏くん。誘い受けして相手が乗ったら動揺しまくるが拒否はしないフェルンと比べると、誘い受けして相手が乗ったら拒否するけど反応が薄いとムカつくから蹴るユーベルの方がより面倒くささはあるか。その乙女心が可愛いんだけど。そういえばメガネくん、やけに女性の扱いが丁寧だけど、一体どこで学んできたの。魔法学校時代に仕込まれたんだよ。美しい所作を身につけるのも魔法使いに必要な資質だってさ。そのおかげで僕は結構モテたし、女性との交際もそれなりに経験してきた。どれも長続きはしなかったけどね。メガネ君モテ男概念はユーベルの脳がめちゃくちゃになるから NG。 つまりフリーなのは確定ね。想定通りの攻めなら楽しいけど、想定外の攻めをされるとドキドキしちゃう恋愛頭脳戦なんだ。ラブコメでよく見るやつ。この恋愛頭脳戦ユーベルが一方的に負け続けてない。ユーベルは体を近づけるくらいしか手札ないからワンパターンなのよ。メガネ君の起点を効かせた幅広い攻めとは全然威力が違う。ラントのエスコート2回攻撃、ユーベルに合計30のダメージ。ラント HP100100、 ユーベル HP70100、 ユーベルの腕組み、ラントに5のダメージ。ラント HP95100、 ユーベル HP70100、 ラントの壁ドン、急所に当たった。ユーベルに50のダメージ。ラント HP100100、 ユーベル HP20100。 いつの間にか5ダメージを回復してるラント君。1ターン半で虫の息になっててくさ。結婚したらどうするんだこの調子で。ユーベルは歯見えて奥手だから。神装甲高火力型のユーベル、高耐久致命カウンター型のメガネ君、勝敗は一目瞭然。好感度稼げば少しはうろたえてくれるんじゃないですかね。メガネ君もトラブルが発生したら純情乙女になりそうだな。